インプリ脱退騒動に巻き込まれた突然の W 主題歌ニシクストーンズファンが不信感。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 メンバー3人の脱退によって5月23日から長瀬門と高橋山の2人体制で新たなスタートを切ったキングプリンスが6月21日に新曲何者をリリースすることが決定。高橋山が出演中のドラマだが情熱はある日本テレビ系の主題歌になることが発表された。 キングプリンスへの音楽活動継続を喜ぶ声が集まる一方、だが情熱はある、はこれまでシクストーンズへの楽曲が単独で主題歌を担当していただけに、突然の W 主題歌、体制の発表にシクストーンズファンは複雑な思いを抱いた人が少なくないようだ。 キングプリンスを今月22日をもって平野氏を、神宮寺勇太、士勇太が脱退。平野と神宮寺は同時にジャニーズ事務所を退所し、士も9月30日に退所することが決まった。 二人体制になったキングプリンスを音楽活動の継続が危ぶまれていたが、23日の生配信で新曲、何者、のリリース決定を発表し、ファンを歓喜させた。ここまでは祝福一式だったのだが、24日に高橋とシクストーンズへの森本慎太郎が W 主演している、だが、情熱はある、の主題歌になると発表されたことで状況が急変。 というのも、同ドラマはエンディングで流れるシクストーンズへの新曲、こっからが主題歌だったのだが、今月28日放送の第8話から何者がエンディングに流れることに。以降、こっからはオープニングに使われ、両曲は W 主題歌という扱いになる。 これに対し、ツイッター上のシクストーンズファンからは、W 主題歌といっても突然へと交代させられるわけで、金プリ関連の大人の事情にシクストーンズが巻き込まれた感は否めない。W 主演だから最初から W 主題歌なら全然わかるけど、8話からなんておかしいでしょ。ファンを混乱させるようなやり方は事務所に不信感、といった複雑な声が続出。 W 主題歌がトレンド入りするなど反響が広がった。発表前一部メディアがキンプリの新曲が28日放送回からドラマの主題歌になるという文言を含んだ記事をフライングで出して、姉妹 SNS 上のシクストーンズファンがキンプリに主題歌を奪われる。かませ犬にされた、と猛う反発したことで混乱が生まれました。 W 主題歌だったということで、騒動は落ち着きましたが、最初から W 主題歌であることは折り込み済みだったでしょうから、もっと上手いやり方はなかったのかと疑問の声も、キンプリが二人体制になるのを待ってから、終盤の第8話から主題歌を追加。 という変則スタイルになったこともあって、ファンは大人の事情で両グループを振り回しているように見える事務所に不信感を抱いたようです。ジャニーズに詳しい芸能記者。シクストーンズへの、こっから、は6月14日発売。新生キングプリンスへの、何者、は6月21日発売で、リリース日が近いということも物議を醸しているようだ。 二人になった金プリの新曲は5人体制時代との売り上げを比較されることが目に見えておりファンクラブ会員の減少も懸念されています。その対策なのか、ファンクラブ限定版の購入者のみが申し込める初のファンミーティングを有明アリーナで開催すると発表されました。 一方、シクストーンズの、こっから、は一周早く発売されますが、ドラマで W 主題歌の扱いになった影響もあって、こちらも金プリの、何者、と売り上げを比較されそうです。相乗効果でどちらも売り上げが伸びるならファンも歓迎でしょうが、売れ行きによっては再び SNS が荒れる原因になる可能性があります。前で。 当初はシクストーンズへのファンから、新生キンプリを応援したい、新ちゃんもファンがキンプリを支えるのは喜んでくれるはず、などという声が多く上がっていたのだが、その思いに水を差した印象もある一連の W 主題歌、騒動。同ドラマは視聴率や TV アガープの見逃し配信で不審となっており、 キングプリンスーとシクストーンズへのファンの力を借りて盛り返したいところだったろうが、この騒動はどう影響するだろうか